Thank you.
迷信をやってお茶を濁して早5年ぐらいになるんですけどいえいえと今年はですねちょっと新曲に1曲目で新曲だったんですけどチャレンジだったんですけど、次が、ちょっと楽しんでできたらいいなという曲でございます。この間 Facebook 見てたら10代の頃にね手に入れられなかったものに人間は執着して一生を終えるみたいなね、深いじゃないですかそれね。10代の時に何欲しかったですか？手に入らなかったもの、何だろうね。大丈夫です、また後で困りますよね、いきなりこうやってね、すいません、すいません、本当にぶしつけなことそう、まあでも言えてますよね。僕らは大体ね楽器ですよね、楽器ね、そうフェンダーね、もう夢でしたよ ね、グレコとかね、トムソンとかね、なんかこうグレコですね、ありますね、いろいろね、フェンダーはねいつ買えるんだろうみたいなね、それもうだからみんな20万30万円する楽器を奥さんに内緒で買って帰るわけですよ、家にね知り合いの店に預けたりとかねみんなすごい苦労してるわけですよ、ね、壊ったらあったよとかね、そう同じケース買ってきたやつとね、なんかね奥さん絶対分かってるんですよねそう、まあ音楽、ミュージシャンは本当に頑張ってますけどね、ということでやってみましょうか。
この MC と全然関係ないんですけど、次はブルースをやります。なんだけどやんのかね、思うでしょ、これはね。やんないです、すいません。